美術大学通信講座、洋画家群馬直美さんのアトリエだより、今回は群馬直美さんのアトリエからお送りしています。ここ私も何回かこのアトリエには来たことあるんですけれども、なんかあっちこっちいろんなものに目玉がついてるんですけど。ああそうですね、目玉ね、いろんなものについてるよね。ほらそこに目玉のストックもたくさんあってね、いろんな大きさがあって、なんか画材が頑張ってとか、そうブラボーとか、これは群馬さんを応援してるってことですね。そう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 、ほらほらすごい絵を描くのに、一枚の葉っぱとか描くのにすっごい時間かかるので、ここにこもって描いてるとなんかすごい孤独だなとか思ったりするんで、でもある時ああそうだとか思って、この紙がなかったら描けないし、この電気、今明るく照らされている電気とかもなかったら描けないし、そうだこの電気の先には人がいるんだ、紙の先には人がいるんだと思って、で画材、顔料一つ一つの先にも人がいてって思ったら、みんな人がいるんだって思って、でみんなに目をつけて、みんなに応援してもらってるなとか思って、ブラボーとか頑張ってとか。そうなんだ。じゃあこれは画材の擬人化なんじゃなくて、この先にいる人っていうことなんですか。そうそうそう、それは知らなかった。はい、物の先には人がいるんですよ、いろんなものの。確かにそうですよね、人がいなかったらこの画材も生まれてないし、瓶に入ってないし、ここに届いてないっていうことですよね。そうそうそう、その全部の力を合わせて群馬さんの作品が出来上がってるっていうことなんですね。そうそう、勝手に力をもらっている感じ。で、このブログスタ連作で始めたんですけども。あ、はいはい、スタ連作今日お話になかったんですが、今どうなってるんですか。あ、そうですね、スタ連作とりあえずなんかほら鶴村さっきもかけてないし、お休み中で、だけど前回の時確かB0 サイズにでっかく描くとか言ってたのを、で実際に B0 サイズの木製パネルとこう1.5 メートル幅の10メートルロール紙を注文したんですよ。でアトリエに来て実際B0 サイズとか思って、しげしげとその B0 サイズの拡大コピーを見たらちょっとでかすぎるって思ってやめて、そしたら自然に壁からそのコピー用紙がダラダラダラって落ちて、で今ここ残ってるだけになってるので、結局この B1 サイズで書くっていうふうに今決めています。ということは全然まだ進んでない。そう、ここに今ほこりがたからないようにいて裏側を向いています。でここにはツタのこの拡大した目の作品があります。あ、はい、ちょっとこの間ちらっとお見せしていただきます。はいはい、これもまだ完成に至らないので、ちょっと埃がたからないようにこのようにここに保管しています。なかなか時間がかかりそうですけど。そうですね、まあ、でもせっかくなので、ツタの成長ぶりを見に、私も初めて投稿することになります。そうですね、見せていただきたいと思います。それで花ね、ツタの花、はいはい、前回そうですよね、花がもうすぐ咲くって。そうそうそう、咲くとか言ってたけど、なんかメモとか去年作ったメモとか見てたら、実際に咲くのは6月の末ぐらいだったので、まだ咲いてないんですね。そう、まだ咲いてなくて、つぼみがちょうど大きくなってきているところなので、ちょっと行きましょうか。前回の動画では分からなかったんですが、この階段がすごい急な階段で、あ、そうなんです。ここをスマホを持ちながら撮影して降りるのかなり大変。そうそうそう、いろんな人が落ちてるからね。
どこが見やすいかな。とりあえず平らなところに行きませんか。ツタに覆われてますね。そうそう、これは何ですか。もっと倉庫に物を運び上げるか。あ、そう、ベルトコンベアだったんです。今は使えてなくて、ツタの花が、花のつぼみが、ここにあるよ。はい、あのちっちゃなブドウみたいなやつですね。そうそう。本当だ。あ、ツタの花って今まであんまり気にしたことがなかったですけど、これが全部白い花ですか？あ、白くない。そう、今緑色の額にくるまってて、それが4枚に分かれて、そうすると黄色い花びら、小さな花びらが。あ、黄色なんですか？そう。花びらが4枚。まだでも全然ですね。全然ですね。6月末ぐらいに咲かないかな。よく見るといろいろあるね。ほらほら、これ見える？この木、緑色のつぶつぶ、ぶどうみたいなやつ、ね。そうそう。これがあのツタの花のつぼみ。色は何色の花なんですか？花びらの色は黄色かったよ。で、この緑色のが、周りのがなんか4枚にパカッて開いて、そうすると中から黄色い花びらが4枚出てきて、で、この緑色の額は開いたらハラハラと地面に落ちて、そうすると地面に緑色のこう綺麗なあの雪が降ったみたいに降り積もるんですよ。それがすごい綺麗。なんかこうやって見ると本当にすごくたくさんつぼみがついてるんですけど、今まであんまりツタに花が咲くって私は意識したことがなくて。あ、そうだよね。私もなんかツタの花に気づいたのは5年くらい前かな。このアトリエに入って私38年経つんですけど、つい5年前に気づいたから、あんまり分かんないよね。楽しみですね。じゃあまあ、次は花が咲いた頃でしょうか。そうですね。花が今度こそ咲いて。じゃあ、 あの今回は、一応お尋ねしたということで、3つの動画に分けてご案内